えー、おはようございまますす月23日第回ポオニマルラジオになります、えー、今日はね、名古屋に来ているということ。まあ今、泊まってるのは名古屋じゃないんですけど、名古屋のちょっと隣になるのかな。隣というか、まあ、ちょっとずれたところの場所になるんですけど、そこに泊まっております。えー、ということで、今日はね、名古屋、ね、あの港の方なんでね <laughs> あの、秋の吹き上げホールとは違って、 まあ、レゴランドの横という感じでね、そしてなんか、ラルクのコンサートが今日明日ってあるっていうんでねなんか、なかなか混雑するんじゃないかっていう噂が立っているんで、どうなるのかちょっとわからないんですけど、まあ,あの、皆さんがね、来るのをお待ちしている感じです。えー、なので、まあ,あの、ホテル泊まってるので、今日は静止動画ということで、えー、何をあげるか悩むと時間がかかってしまうんでね、えー、もうパッと、えー、<laughs> 画像が出てきて、木星にしてしまいました。 昨日はちょっとね、軽くしか見れなかったんで、どんな亀がいたのか、ね、まだ全然見れてないんですけど、まあ、今日ね、朝、用意をちゃちゃっと済まして、えー、周りをね、見に行って、どんな亀がどんな感じでいるのかっていうのをね、調べたいなと思っています。やっぱりこの時期ね、えー、輸入も少なくて、えー、そして CB 個体もね、2023年に生まれた個体たちっていうのは、 まああの秋口ぐらいにある程度育っているサイズでまあブリーダーズイベントだったりまあいろんなイベントだったりあとはブリーダーさんがねショップさんに出したりしてかなりの数が減ってしまっていてーなかなかねネタがないよねって話もあったりすると思います。たただあの逆に言うととねここら辺まで残ってたのをあの持っててのを持くると 結構クオリティが高い個体、ね、あのやっぱりブリダさんも、ね、出したくない個体だったり、まあ、出すか出さないか悩んでいてね残していた個体っていうのが出てきたりすることもあると思うんで、まあ、もちろん値段の方は高くなっちゃうかもしれないんですけどなかなか手に入らないようなね、えー、いい個体が出会うことができる可能性もあるっていうね、うん、数が少ないけどその中でねあの重なんて視うんですかね 内容がいいっていうのが出やすい時期だと思いますので、えー、その辺をね見極めながらあのイベント回ってみるとまた違った見方ができるんじゃないかなと思います。まあ、やっぱりね生まれたばかりだと分からないあとはまあ良くなりそうなのはねまあやっぱり人間なんで僕も多分ブリードしてたら良、うん、くなりそうだなと思うとちょっと様子見てみようかなと思ったりすると思うんですよね。まあ、ただ数がいいっぱい過ぎて手に 会えなないいから出しちゃううって人もいると思んんでであれなんですけどただ残せる人はね、えー、こういう時期まで残して育てているってうこともあると思いますのでだからねあの楽しみな答えがいるんじゃないかなっていうふうに僕は考えているんですけどまああとはねイベント会場に行ってみてちょっと覗いてみてどうなのかなっていうのはまあ今日、ね、ある程度見たら明日感想が言えるのかなと思いますので。 まあ明日来る方はね明日の朝の、えー、動画を参考にしていただいてもいいのかなと思っていますまあちょっと希望しね雨箱が落ち着きつつあるとは言ってもやっぱり例年よりは全然ね、あのー、いい値段がしてしまっているので、まあ、なかなか手が出しづらいよねっていうところもあるとは思うんですけどねただ逆に言うと、あのー、値段が高くなった時っていうのはね普段出さないような人たちが 今高いから売っちゃってもいいかなと思っていいを木星のちょっと育ったやつとかがね出て,てる画像とか見るとやっぱりあのメインスポットの綺麗な個体とかがね出てきているので、まあ、そこもあのチャンスな時っていうことではあると思うんですよねハイクオリティの個体が欲しいよねって人にとってはまあお金はかかってしまうとは思うんですけど。 逆に普段出てこないものが買えるチャンスっていうね、えー、なかなかないチャンスだとこれもね僕はチャンスと捉えていいんじゃないかなと思っていますそして名古屋の印象として僕はだいたい名古屋ップはねあの亀のお客さん結構多いよねってまあだ春はねそんなにねガンガン買いに来るっていう感じじゃないとは思うんですけど秋のあの吹き上げホールの方がねなんかほんと亀のお客さんがすごいいっぱいいてっていうイメージなんですよね で、こっちは去年初めて来て、うん、なんかやっぱりちょっと客層が違うのかなとか思ったりもしてみたんですけど、じゃあ今度2年目の今年ね、どういう感じになっているのか、今、まあ、ちょっとね、あの、今まで行かなかったけど今年は行ってみようって人もいると思うんでね、どういう感じになるのかちょっと楽しみだなと思っています。まあやっぱりね、あのー、年を追っていくことにその、 まあ今まで来なかった人がじゃあ次行ってみようとか話題になってたりするとねまああること自体は知らない人もいたりすると思うんですよね。そういうのでね、えー、またこれが何年も続いていくとね、えー、例年やっているイベントなので、まあ、毎年ここのタイミングで行けるからいいやと思ってねあの来る方が増えてくると思うんですよね。 マニアさんたちがねいっぱい来るのを楽しみに、ね、していますのでぜひ名古屋近郊の方まあ遠くても行くぞっていうやる気のある方ねでまあ僕からすると東名でずっと来てね新東名できたのかなうんと名古屋の、えー、吹上ホールに行くとねちょっとあの環状線みたいなところを通るんですけどそこがいまいち分かりづらいんですけど ここはなんかあの大阪に行く途中でね何回も通っててあれご覧のあるからここだねみたいな話をしているのでまあ高速で行くにはね結構シンプルで行きやすい場所なのかなと出口だけ間違えなければ行きやすいんじゃないかなっていう場所だと思っていますなのでまああの東からも西からもね行きやすい場所だっていうのはあるんでそう考えるとねここでイベントやるっていうのは大正解なのかもしれないですよねなので、えー 楽ししみに、ね、お越しください、えー、そして、まあ、餌の方もねあのちょっと僕が営業はあんまできなかったのでイベントのたびにお店さんにね営業してるという感じなんで、まあ、ちょっとねあの前回、えー、思った以上にあのサンプルとして持っていこうと思ってたやつがあのなくなってしまったので今回ねしっかり配って営業して、えー、西の方のねもうしっかり置いていただけるようにお話できたらいいなと、えー、思っています。 関東圏はね、結構充実したんですけど、やっぱり僕がね、営業で動けない西の方に関してはね、ちょっとその辺が全然できてなかったので、まあそちらに住んでるお客さん、ね、欲しいお客様方にりはね、ほんと申し訳ないことをしております。すいません。なんでちょっとね、営業活動をね、これからもしっかり続けていきますので、えー、ぜひ、えー、よろしくお願いします。そして昨日はね、ちょっと面白いことがあったんですけど、それはね、ゆっくりちょっと話したいなと思うので、まあこの、 あとイベント中の動画じゃなくてね、まあ、月曜日、火曜日、水曜日ぐらいのどっかでね、そんな話をできたらいいな。お、ね、面白い話ね、他にも、まあ、何個かね、そう面白い話だったり、面白いことをした話があるので、えー、お楽しみにしていただけたらと思っています。で土日、ちょっと天気がね、あまり優れないみたいで、なんか3月のも,もうね、20日は過ぎてるのにね、寒いし、雨が降っていて、ちょっと嫌な感じなんですけど、 まあったかくなる、ね、寸前まで来ているのでもうちょっとここを我慢して、ねえー、過ごせれば、まあ、金魚も、ね、楽しめる時期がどんどん近づいていますし、まあ、2024年シーズンはねいろいろやっていきたいなと思っているので、えー、頑張りたいいと思います、まあ、実際、金曜日の朝ねあの室内の金魚が追っかけてたんで、まあ、人工授精でちょっと、ね、やったんで帰った頃には、もしかしたら孵化してるんじゃないかなと思ってるんですよね。 いろいろ楽しみがありますので、頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。